はい、阿部ちゃんでございます。本日なんですけども、中野に来ました。パチパチーン。なんとね、中野にお寿司が1貫10円で食べれるお店があるということで、今回来ました。はい。はい、ということで、今回来たお店、こちらでございます。塩田さんでございます。お寿司は一応ね、1貫10円なんだけども、一応天ぷらがメインのお店で、天ぷらもね、有名なお店になっております。ということで、今回は天ぷらを食べて、10円のね、お寿司を食べて飲んでいこうかなと思います。はい。ということで、じゃあ、行きましょう。行きましょう。ということで、お店来ました。よ。まず、ホッピーを頼みました。ホッピーすると600円、うん、いや一応2軒目なんで、うん、まあ、今回も10円寿司で締めるみたいなね、確かに感じで。ほんならじゃあ行きましょう。はい、乾杯。うまい。ああ、安定ですな。美味しいな。ホッピーは安定ですな。はい、ということでメニューはね、あのお店にね全部貼られてるんだけど、こんな感じ。こっちがお寿司メニュー、一貫からの値段かな。ね、天ぷらのメニューですね。で、まあ、何を隠そうね、この寿司一貫、寿司10円、本日の10円寿司っていうのがあって、まあ、ビンチョウマグロ、これ一貫10円でございます。一応ね、ドリンクをね一杯注文された方に対しての、注文できるって感じになっておりますと、うん、お酒がこんな感じ、まあ、生が600円、で我々が頼んだホッピーセットが600円、中がまあ300円、それ以外はこんな感じになっております。はい、はい、はい、ありがとうございます。かぼちゃ、れんこん、うわー、おいしそう、おいしそう、ありがとうございます。うわー、おいしそう、おいしそうだねということで、まあお任せのね天ぷら盛り合わせ頼んだんだけども、まずこれがエビとキスで、野菜のナス、レンコン、かぼちゃだって。最高。これで750円。そうだね、すごいね、うん、ということでお任せのね来ましたよ。楽しみ。でさっき相談した結果、俺がエビ、俺がキス、これもうウィンウィンでしょ、うん、だって二大巨頭じゃないこの2匹は、ね、はあ、でかくね。でかいのよ。そうで、めんつゆでちょっと、わあ、なんかめんつゆもったいない気がするな。いや、いただきます。やば、うわー、うめ、めちゃめちゃうまい、超おいしいんだけど、エビブリブリなんだけど、うん、身がしっかりブリブリ入ってて、これ塩でも絶対うまいわ。そうね、うまい。キスはふわふわサクサク、うん、超ふわふわしてる。わ、いいね、うん、これ食えてこれ飲めてさ、うん、お寿司10円でしょ、とんでもないんじゃない、もしかしたらサービスがすごいけどなあ、うん、ちょっと俺塩いってみようかな、うんうんうん、やっぱちょっとねエビ塩いっちゃおう。絶対うまいでしょ。めんつゆもいいけど、やっぱ塩もね絶対いいから。とんでもね、うん、うまい。もう尻尾までいっちゃうんだから。うまっ。天ぷらっていいな、いい、マジで飲める。で、一応ね、うん、あと野菜3種類あるんだけど、これどうする？何食べたいとかある？絶対に食べたいのある？レンコン。あ、マジ？うん、ナス。お、これじゃもうウィン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 だ。ありがとうございます。今日は平和ですね。あれ、平和です。すいませんね。うわ、エビとナス食えるなと思わなかった俺。いや全然、俺もそうよ。でかくね、キスとレンコン食えるな、まあ、これウィンウィンだから、うん、うわ、夏野菜ですか、やっぱナスは。ナスも大きいね、それ。でかいよ普通に。どっぷりもうね、うん、ひたひたになるぐらいまで、俺ひたひたになるぐらいまでめんつゆつけて、いただきます。うん、まっ、うん、まっ、めっちゃうまっ。ナスみずみずしい、うん、もう水分がすごい出てくるわ。うまっ。どう、レンコン。シャッキシャキ。
おうおう、もう周りだけ天ぷらのサクッとしてね。ああそうね、そうよな、そう身はシャッキシャキしてる。確かにそう、本当にサクッとこの天ぷらで軽く揚げたぐらいで、うん、中は生きてるというか素材のまんまみたいな。うーんまっ、天ぷらっていいな、美味しいわ。久々に食ったな天ぷら。俺も、うん、飲めるな、飲める、うん、うまい、いい、うん、ちょっとさ、うん、仲良くさ、かぼちゃを半分にして、そうしましょうか、うん、仲良し半分こ、仲良し半分こで、うん、なんかそのもうじゃんけんで、うん、そういうのもあったけど、やめようやめよう、もう平和に、うん、割ればいいんだもん、割ればいいんだから、そうよ、簡単なんだから、割ったらもう2人がね、うん、そう楽しめるんだから、それでいいんだから、それでいいんだよ、うん、ぼちゃあうまい、甘っ、ほんとだ、甘いね、すごいですねこれ、かぼちゃの甘さが突き抜けるわ、煮つけてんじゃないよってぐらい甘いんだけど、とろっとしてますしね、うん、そんで、うま、めっちゃいいやん、天ぷらでつまんで、うん、最後寿司をこう、そうね、食えるっていう、最高、最高だな、マジで。飲んだ、中頼むか、飲みましょうか、うん、はい、ということで中身追加、これでちなみにね、寿司がね1人10貫食べれる条件まで来たよ。エビ天10は10ってことは、まあ、まあ回転寿司言ったら5皿だからね。今日はビンチョウマグロだから、すごい、これ結構日替わりで、はい、あの違う、変わるっぽいから、うん、今回はビンチョウマグロ、はい、はい、乾杯。中うまい、いいね、このブロードウェイの地下にこんな居酒屋があるんだっていうね、ということでちょっとまたあの追加したんだけども、これピーマンの天ぷらと玉ねぎ、あとこちら野菜のかき揚げ、いいね、どれもうまいぞ、本当にね、頼んだらその都度作ってくれるから、うん、すごいね。ってことでちょっとさっきね、あのお互いでね、うん、ドラフト会議しまして、はい、ちょっと玉ねぎね、ドラフト2位なんだよこれ、はい、あいいや、ちょっとじゃあどっぷりめんつゆをつけちゃっていただきます。あんま、うん、もう玉ねぎの甘さでしかないな、マジで。うまっ、しっかり注文してから揚げてさ、100円安くね、安いよ、安いよな、本格的だからね。いや、ホッピーも最高ですわ、うん、うまっ、うわ、玉ねぎいいな、どうしよう。じゃあ高見、これドラフト2位、2位のピーマン、ピーマンでっけえぞなあ、半分だね。これピーマンの天ぷらって食ったことないね、あんまないね、ない、確かに言われてみれば。うん、高見さんは野菜か、俺はねちょっと野菜、これはね2人でね、うん、ドラフト3位で半分こ、半分こで食べようってなったんで、ピーマンいただきます。よ、どう、ピーマン、ピーマンですか、もうめっちゃ美味しいよ、美味しい苦味がちょっとした、うん、ピーマンのね、うん、うまいな、この衣が全部、うん、それはもうこの野菜かき揚げいくわ、うん、いただきます。やば、うますぎ、うん、玉ねぎ、人参、ネギ、うん、いろんな種類の入ってるよ、うまっ、もう野菜の甘みがすごいわ。ね、甘いですよね、全部。うん。野菜は。うまっ。いやー、すごい。ほんと、天ぷらって
ってさ、家で作ったらまあ手間かかるから、これがね1個100円とかですごい食えるっていう、すごいよね。うまい。うわ、おいしい。そのままいった。うんうん、めっちゃうまくない？マジで野菜たっぷりのね、おいしい。うん、うん、うまっ。何を隠そう、この後10円寿司が待ってる。びっくり仰天。それが俺一番幸せかもしれない。ね、まさかのだよ。おう。俺うますぎて飲んじゃう。早い。早い。やべやべやべ。とても早い。飲んでください。とりあえず中を、はい、頼みます。よ、中。中。ちょっと節約いける？あ、まさか4狙ってますか？節約、いけそうだな。節約上手。いけそうだな、この人は。ホッピーで4行く人はもうね、1000人になれるから。本当にもう節約上手ですわ。うまい。ちょっと俺、追いめんつゆし。うん、どうぞ。めっちゃ細かいこと言っていいですか？うん。天つゆ。細かいなぁ。それは絶対コメント来るから。それは細かいわ。コメントは来るよ。めんつゆじゃなくて天つゆねって。まあ、伝わってるからいいの、まあね、俺的にはいいのよ。別に全然マジでどうでもいいです。でも来るから、 YouTube のコメントって。絶対に来るな。絶対に来るんだから、そういうの。うん、来るわ。確かに。うん、いや俺は、うん、天つゆっていうノーって言ってたから。そうよね。俺もそれ理解してるの。そうそう、理解してるの。これ発音だから、病気が発動してるからね。そうそうそう、豆腐を卵って言ったりね、ついさっきね。そう、まあそういうのが発動してる。脳、うん、では言って、うん、それない。そうなのよね。言葉がそうなってるだけで。でね、そう、多分視聴者の半分も理解してるんだよ。うん、あのす、でかくね。でき、すごくない？春菊と舞茸も来た。最高。でかすぎるな、マジで。え、俺ちょっとドラフト1位いくっていう。あ、そうよ。これ春菊と舞茸で、うん、俺がドラフト1位が舞茸、うん、高見が春菊。そう。でかくね。そうなんですよ。両方とも。大丈夫これ。すっごいでかい。俺春菊これ1位。大谷翔平です。大谷翔平だ。お、舞茸。贅沢。塩。塩もうまいよな。うん、うまい。あと俺も塩。めんつゆ。天ね。贅沢にいっちゃうわ、マジで。すごいなこれ。いただきます。うまい。やば、大優勝。うん、うまっ。舞茸のこの癖ね、わかる。かなり抜けるこのキノコ感。春菊の癖。春菊も癖だからね、うん、結局これ150円か。で、それ120円。安いよ。この値段で、これ安いよ、うん、マジで。揚げたてで、こんだけサクサクしててね。あ、いいね。おいしい。どう？節約上手する？しない。3軒目だしね。もう寿司も頼むか。うん、そうしましょうよ。頼もう。ね、行こう行こう。中と、じゃあ、ビンチョマグロ行こう。はい。はい。はい、ということで、これが言ってたビンチョマグロ。これ1貫10円で、全部でこれ、今10貫。うん。これ100円。これで100円でやばくない？回転寿司がもうぶっ飛んじゃう。本当に。しかも普通にちゃんとした。そうなんですよ。1貫だよな。すごいね、これ。うまそう。じゃあ、行っちゃうか。行きましょう。今回のまあメインディッシュだからね。これで100円だからね。ワンプレート。あと2皿来るんでしょ？そう。これ一応ね、30頼んだんだけど、あと2皿来ます。いいよ。もう普通にね。で、いただきまーす。うん。うん。うん、まっ。うん、しっかりうまい。うん、うん、ただただうまい。10円すごいな。
サービスの塊。そうよな、うん、本当にな。いや、マジでうまいぞ、これは。すごいね。一人一応15巻はね、そうです。いけるから。うん。10円なわけない。マジで。これもでも本当にね、あの、握ってちゃんと出してくれるから。そらそう、うん。全然違う。うま。たまらん。すごいな。うまい。はい、ということで。やばいやばいやばい。来た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 。もう10来た。やばいやばいやばい。もう10来たぞ。とんでもないこと。ちなみにこれがもう10来るから。だからもう、そっち安倍さん。ああ、そう、あ、そういう、そういうシステムいいやん。そういうことよ。うん。で、ここにもう一皿来る。そうよ。一人15巻。2人で30巻だから。俺多分食えないわ。あ、全然安倍さん食って。俺マジで1人で30いけるぐらい。うん。全然食べれるよ。いいじゃないですか。うまい。うん。寿司ですよ。マジで。うん。寿司ない。寿司ですよ、これ。うん。今の時代、回転寿司の一皿100いくらだからね。そうよ。100円。いや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 。やってるな。サービス精神。サービスの塊だな。マジで。マジで。うまい。しかも、最高の締めだ。ねえ。てか、やっぱ最後寿司食えるっていいな。うん。ちょっと高見もぜひ、うん、食べてください。ビンチョウマグロだな。いただきます。当たりだよ、ビンチョウマグロ。当たりだよ。うまいよな。うまっ。うん。寿司や。うん。寿司です。今食べてるものが。10円の。バグってる。うん、うまい。回転寿司って言ったら大体7皿ぐらいってことでしょ、7皿半。ただの最高の締めやん。回転寿司だったから1000円近くするわ。そうよ。100円です。これが。うますぎるって、うん、10円ってうまい、うん、うまい。どうしよう、俺はちょっと中身追加するわ。わあ、もうペースが、まあ、ペースがかかってますね。かかってるわ、うん、なんか、はい、やっぱ節約上手なんで私はやっぱだいぶ節約したよこれ。え、でもやりすぎたかもしれない。これはやりすぎた、まあ、それやってるわ。それただの中うわ、やりすぎたな。節約下手だった。うん、まあまあまあ、氷でね、溶かしつつ、うん。あ、うまい、でもうまい。うん。ああ、なんか寿司にはこれぐらいがいいかもしれない。うん。美味しいな。美味しいな。うまっ。割と信じらんないことが起きてる。うん。うん、うわー、来た。来た。これで全部。すごいってすごいな、すごいよ。食わないとマジで、どんどん食わないと。うまい、うん、いや寿司いいな、ね、寿司で飲めるっていいな。早っ。え、食うのだって寿司やん。ないじゃん最初の一皿目。寿司って寿司だよ。どういうことだよ。寿司って寿司なの。うん、そうかそうか。ほぼ飲み物って聞いてるから寿司ってもうカレーでしか聞いたことないですよ。締めの寿司、寿司はそれで聞いたことない。締めの寿司はほぼ飲み物って聞いてる。聞いたことない。味わって食うやつ。うまいうまい。うん、うん、これで100円。やばいって。やばいやばい。この濃いホッピーがうまいな。ねえ。あ、さ、いける？もう余裕の酔っちゃう。あ、え？じゃ。もしかしてこれもう食べれない？出たよ。やっぱね、胃袋の大きさ違いますか？
いやもう全然余裕。まあ、もしかしてじゃあ20貫食うことも。やろうとしてるじゃん。二貫食いなんてできちゃうんだから。やろうとしてるじゃん。二貫食いできちゃうんだから。これが大人の二貫食い。これで20円だから。いや、どうする？天ぷらとか食べないで、その一杯五貫で飲む人が多いんじゃない？わかんないけど。でも絶対天ぷら食った方がいい。美味しいから。めちゃくちゃうまい。確かに。うん、天ぷら食った方がいいね。絶対食った方がいい。もったいない、それは。うん。ここ来て天ぷら食わないのは。確かにな。マジで。確かにそうだわ。うん。寿司はうまい。ね。早ないですか？え？映ってないのか？ギリ。4か。お腹空いてるもんだったわ。すごい。すごかった。俺お腹空いてる。あんさんで食えば食うほどお腹空く人だった。そうそうお腹空いてんの俺。そうなんだ。ウォーリアーだからやっぱ。そうそうそう。うん。うまい。うん。でもいい締めだよね。うん。そう。2軒目でさ、このまあ、ちょこっと天ぷら食って、最後寿司を食べるっていう。ね、最高の締め。うん。マジで違う？本当に？え、お腹いっぱいな？お腹いっぱいよ。5巻ぐらい前から。すんごいな、思いながら見てます。マジで？何巻食った全部で。さっきだから10食って。うん。あれ？ 10 食ってないでしょ。うん。あ、10食ってないのか。最初の10がそうだ。で、1いってるから、11あって9巻。早っ！もう全然食べるよ。普通に。いや、無理はしてほしくないから。ラス1。ラス1。ラス1です、これが。ラス1。ついに。うまい！これでもう、なくなりましたと。うん。いやー。俺20貫食ったところ。うわー、でもうまかったな。ね、美味しかった。うん。マジで最高の最高の締めでした。本当に寿司食ってホッピー食って、うん、天ぷら食ってね、うん、すごいわ。こんなお店があったなんて。俺まだ食えるもん。え、作ろうかチャンネルもう一個。大食いチャンネル。大食いチャンネル、うん、できるわ。いやマジで食える。まだすごい。よし、ということで、はい、まあ、俺は飲んだ。うん、俺もうちょいあるけど。うん、ということで、お会計しまして、お会計が4600円。安い。安すぎない？寿司30貫食って、天ぷらとか食って、お酒も飲んで、この値段。これでこれでやばいね。すごいな。ぜひ皆さんまた、来て見てみてください。はい、ということで、ごちそうさまでした。おいしょ。はい、この動画を最後まで見ていただいてありがとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ありがとうございます。バイバイ。あー。